本田選手のサッカー選手としての全盛期はいつだと思いますか。いや、解釈の仕方ですよね。は、何言ってんのって言われるかもしれないですけど、僕は常に今がベストだと思ってやってるんで。なのでサッカーもやめないですし、でも多分体が動くことだけがベストなんであればそうじゃないんですけど、やっぱり経験とかそういうのも込みで積み重ねていくものっていうのもあるわけで、多分長いことやってるサッカー選手みんなそういうふうに思ってるんじゃないですかね。